皆さんこんにちは、ウプ主のシュラウドです。皆さんこんにちは、アシスタントのシュラミです。突然ですがシュラミちゃん、この机の上で何かおかしなところがあります。それはどこでしょう？え、いや、この机でおかしなところって、はい、残念時間切れ。早いって。ということで正解は、こちらのモニターアームでした。え、このモニターアーム、別に普通じゃない。まあ普通っちゃ普通なんですが、実は1ヶ月ぐらいここにずっとつけっぱなしだったんですよね。モニターもつけずに。いやどやるな。で、今回はやっとこのモニターアームを活用できることになったので、そちらをご紹介していきたいと思います。あーなるほど、このモニターアームにつけるモニターを買ってきたってことね。いや違います。違うんかい。それでは今回はどんなモニターを買ってきたのか早速行ってみましょう。やっぱりモニター買ってきてるんじゃん。ということで本日購入してきたモニターはこちらになります。 BenQ の競技ゲーマー向けゲーミングモニター、 ZOE XL2746S になります。は、え、いやちょっと全くもって意味がわからないんだけど。え、いやだから BenQ の競技ゲーマー向けゲーミング、いやそれはもういい。あ、はい。なんで一般人のあんたが競技向けモニターなんて買ってるのよ。あ、それには深い意味があるんですよ。どんな意味よ。ではここでパソコンのモニターについて少し説明しましょう。モニターには様々な大きさや解像度、リフレッシュレートや使用パネルの違いなど、細かく言うと他にも色々と違うのですが、家庭や会社などで使われている多くは、解像度 1920×1080 のフル HD で、リフレッシュレート 60Hz というものが多く使われているかと思います。ふむふむ、これが多いのね。で、ここから先、モニターに性能を求める場合、4K や 8K などの美しい高解像度モニターに進むのと、リフレッシュレートを追求して高いリフレッシュレートのモニターに進むのと、こんな感じで分かれる傾向があります。で、今回私が購入したのが、こちらのゲーマー向けモニター。その中でもさらに競技者向けのモニターを、今回買ったということですね。で、これ一体いくらするのよ？このモニター自体、2020年発売のものなので、すでに2年ほど経っているのですが、2022年8月現在で新品6万5000円ほどします。え、6万？はい。あんたよくこんな高いものを。いやいやこれ新品の価格だから。え？はい、こちらのモニターなんですが、ハードオフで中古で購入してきました。え？ハードオフ？しかも値段なんですが、3万8500円で見つけました。ただタバコ臭がする中古品なんですが、6.5 万円のものが4万円を切るならいいかなと思い、思わず買ってしまいました。では実際にタバコ臭いのかチェックしながら開封していきましょう。シュララ。では早速開封していきましょう。この時点ではあまりタバコの匂いはしません。上蓋を開けるとほのかにタバコの匂いがしてきました。まずは付属品になります。バラしてしまうとそこまで匂いはしません。で、中身なんですが、映像ケーブルもついていて、かなり付属品は充実していました。で、今までいろんなモニターをいじったんですが、初めて触ったものがこちら。S スイッチモジュールとアイシールド、それと保護カバーですね。保護カバーは使い道がわかりますが、他の2つはあまり見ないものなので個別で見てみましょう。ではまず S スイッチモジュールですが、こちらはモニターに直接 USB でつなぐコントローラーとなっております。モニターにコントローラー？はい、あらかじめ自分で登録しておいた画面設定、輝度や色合い、モードなどを登録しておいて、ボタン一つで切り替えられる便利なコントローラーになります。例えば1番に Apex、2番にフォートナイト、3番は動画編集用などそんな風に使い分けたりできるみたいです。それはなかなか便利そうね。続いてはアイシールドですね。こちらはモニターの両サイドに取り付ける羽のようなものなんですが、遮光板となっております。視界の左右から入ってくる背景や光をシャットアウトし、画面への集中力を高める効果があるみたいです。それでこれ、開けてみてわかったんですが、このアイシールドは未使用品だったみたいですね。保護シールが貼りっぱなしになっていました。こちらは後ほど実際に取り付けてみましょう。そして最後に保護カバーです。こちらなんですが、一番タバコ臭がしてました。匂いを嗅いでる様子をどうぞ。はい、むせてしまうほどでした。布製品なので匂いをかなり吸い込んでたみたいですね。この後このカバーはアルコールをびっしりかけて、5日ほど外に干しておいたら匂いはすっかりなくなりました。ではモニターに戻りましょう。それでは続いて組み立てていきましょう。まずはモニタースタンドと台座を合体していきます。スタンドを台座に入れて、回すとロックされます。
ロックされたらネジを回していきます。これでスタンド部分は完了です。続いてはモニターと合体します。カチッと音がすればはまるので簡単ですね。あとスタンドのペリペリが剥がれそうでついたままだったので外しておきました。では本体そのものを見ていきましょう。シュララ。まず見た目と外観ですが、今回購入したのは27型の大きさとなります。リフレッシュレートは 240Hz で、応答速度は 0.5 ミリ秒と超高速です。パネルの表面加工はノングレアとなっています。で、ちょっと気になるのがこちら。ボタン部分。ではなくベゼルですね。ベゼル幅なんですが、16mm と最近のモニターがベゼルレスが多いので分厚く感じてしまいます。ただこちら理由があるらしく、パネルに向かって凹ませる方向にあえて角度を入れたデザインでパネル本体の光がベゼルに当たって跳ね返らないように、こうしたベゼルの分厚いデザインになったそうです。ここら辺は好みもありますね。では続いて可動域を見ていきましょう。まずは高さ調整ですが、0から 140mm まで可動可能となっております。140mm まで高さ調整できるのでかなりの範囲まで対応可能ですね。続いてはスイベル方向になります。首振りは角45度まで対応となっているので、左右で90度まで対応です。続いてはチルトです。チルト調整は上向きに20度、下向きにマイナス5度まで可能となっております。最後に、ピボットにも対応しております。Windows の設定で縦画面に設定すると Twitter やシューティングゲームにも向いたモニターにもなります。ただこちらは左回りにしか対応できず、右回りは90度まで回りません。配線環境によっては反対向きにも対応してほしいところではありますね。では続いて実際に使用してみましょう。続いてはインターフェース類です。左からヘッドホン出力、S スイッチ用コネクタ、DVID、HDMI、HDMI 2.0、ディスプレイポート、USB となっております。映像出力端子は全部で4つで、端子によって対応しているリフレッシュレートが違うので注意ですね。240Hz で駆動させるには、HDMI 2.0 またはディスプレイポートを使用します。続いてはモニター左側のインターフェースです。上からヘッドホンフック、USB 3.0、USB 3.0、ヘッドホン出力、マイク入力となっております。ヘッドホンフックがモニターについているのは初めてですが、便利でいいですよね。では続いて実際の使用感を見ていきましょう。ということでアイシールドを取り付けてみました。このアイシールドがあるおかげで、モニターに対しての没入感が増されますね。ではまず最初に Windows 側の設定をしていきます。これをしないと 240Hz の性能が出ませんのでご注意ください。ディスプレイの詳細設定からリフレッシュレートを変更していきます。こちらはもうすでに変更済みですが、こちらから変更していきます。ちなみに 240Hz を出そうとすると、ゲームによってはパソコンのスペックもかなり必要となるのでご注意ください。では続いてモニターのボタン機能を簡単にご紹介です。一番右が電源ボタンなんですが、それ以外で色々と設定ができます。一番左側で画像モードの変更ができます。画像モードは FPS1、2、RTS、ゲーマー1、2、3、動画、標準と選べます。一応画像の違いを撮影してみたんですが、一応各モードで比較してみましたが、スマホカメラだと違いがあんまりわかりませんでした。ただ見てる本人は色合いがかなり違うので、ここは好みによって変えてもらえればと思います。ちなみに私は標準モードが一番しっくりきています。他にも細かい設定ができます。残像感を消して映像をさらにキレッキレにするダイナミック秋らしいプラスも入っております。他にも暗い部分だけを明るくして敵を見やすくするブラックエコライザー。色を個別に強調して敵を見やすくするカラーバイブラント。これらは BenQ独自のゲーマー向け機能となります。一応フレームレートの確認ができる UFO テストもやってみました。YouTube というか動画自体が 60fps なので、映像ではわかりませんが、肉眼で見ると一番上の 240fps はかなりはっきり細かく動いているのがわかります。シュララ。はい、ということで今回は、BenQ のゲーマー向けモニター、Zoe XL2746Z のご紹介をしました。まさかあんたがこんなモニター買うなんてね。機能とかかなり省いてのご紹介でしたが、
実際に2週間ほど使ってみましたが、私的にはかなり良いモニターでした。今まで使ってた MSI の 144Hz のメインモニターは、この空いているモニターアームに取り付けて作業検証用モニターに使っていこうと思います。ということで本日はここまで。もしこの動画が少しでも参考になったら、ぜひ評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。シュラララじゃんけん、じゃんけん、ポン。またねー。